リブレオフィスと、NVDA スクリーンリーダーということで、去年の秋に NVDA のイベントを東京でやったときに、小笠原さんにリブレオフィスの話をしてくださいとお願いをしてお招きしたら、今回は 僕に来いと お声がかかりまして、お返しで 参りました。NVDA 日本語チームということでやってます。で、今日吉田さんの最初のお話を伺ってて思い出したんですけど、ちょうど2010年の秋、リブレがフォークされたっていうあたりっていうのは、ちょうど NVDA が日本語版っていうフォークを作り始めて、日本語がしゃべる NVDA っていうのが、ちょっと人に見せられるようにやっとなった頃だったんですよね。なので、そのリブレオフィスのこの5年間っていうのは、すごい私が活動してきた NVDA 日本語版の5年間とも重なってるなと改めて思いながら、でもあまりきちんと今まで交流できてこなかったことを、ちょっと悔いているというか、今日改めてここで挽回したいと思ってます。ちなみに NVDA 日本語チームっていう名前は、そのリブレオフィスさんと Ubuntu さんに、一応リスペクトっていうことで日本語チームっていう名前に してます。僕個人は、今 NVDA 日本語チームの代表っていうことなんですけど、個人的にはそのアクセシビリティとか言語とかいろいろ研究開発を、かつては大学でやってみていて、今は、広島に在住して、ちょっと在宅でいろいろ仕事を、しながら、コミュニティ活動としては、例えば後でお話しするように NVIDIA Python っていうプログラミング言語で開発されているので、その、Python そのものの、その活動にも貢献したいということで、広島で去年初めて PyCon Mini っていうのを僕が実行委員長になってやったりしています。あと NVIDIA に関することは後でもう一回ちょっとお話をします。それで、アクセシビリティっていう分野の話をするんですけど、また有名な人とか偉い人がいろいろ切り口を語ってくれると思うんですけど、僕はなんか僕なりにアクセシビリティという言葉で楽しくなれるというか、ワクワクなれる言い方で、僕なりにアクセシビリティって僕はこう思ってますっていう話を今日はします。よそ行くと、いや、やらないと訴えられますよとか、権利がどうのとか、人権がどうのみたいな話が来ることもあると思うんですけど、これは僕の見方です。僕の見方でアクセシビリティっていうのは、まず、これコンテンツと言ってもいいし、アプリケーションって言ってもいいんですけど、一つのその本質をどう定義するか。つまり、例えばコンテンツであれば、コンテンツはどうやったら人に伝わるか。人に伝わるためにそもそもコンテンツを作るんでしょう。じゃあそれはどういう定義のものであれば人に伝わるか。例えば HTML だったら、昔はその、本文っていう要素もボタンっていう要素もちゃんとなかったんですけど、今の、記述方法にはそういう、ここは本文ですよというタグがあったり、ボタンっていうタグがあったりっていう形で、より本質が適切に伝わるように、そのフォーマットが定義されてきてる。先ほどの API なんかもそれに近い話ですよね。で、もう一つは、それをじゃあどううまく使って多くの人にコンテンツが伝わるかっていう、より多くの人に伝わるためにどうそれを実装していきますかっていう、その実装の品質の問題。で、最後に、そうやって作られたものっていうのは、例えば、今は PC だけで使われているものがモバイルでも使えますとか、ウェアラブルで使えますとか、あるいはその検索エンジンが読んでくれますとか、そういう未知のデバイスとか技術がそのコンテンツのユーザーになるっていう、先ほどの API でドキュメントを自動生成するっていう話もそうだったと思うんですけど、その一種のそのマシンリーダビリティを保証するとか、あるいはその新しい使い方をイマジネートするとか、クリエイトする。そういったことにつながっていく、その未来を保証してくれるっていうのがアクセシビリティだろうというふうに僕は思いながら、僕自身もそのアクセシビリティではほとんどお金稼げるような活動はしてないですけど、それをどうやって新しい次の仕事につなげるかというスタンスで活動しています。で、僕がちょうどだから、2008年、9年ぐらいに NVDA を知って、2010年秋ぐらいからがっつりこの活動をしてるんですけど、まずどういう意味の名前かというと、ノンビジュアルデスクトップアクセスと
いう言葉の頭文字を取って NVDA というふうに呼んでいます。で、現在、オープンソースの GPL のライセンスで開発リリースされているスクリーンリーダーです。で、今日リブレの話で、リブレは、まあ、Linux とか Mac でも動くクロスプラットフォームっていう話非常に重要にされてると思うんですけど、NVDA は残念ながら今のところというか多分将来的にも Windows だけに対応している支援技術です。ただ、NVDA がそのオープンソースのスクリーンリーダーっていうスタンスで開発をされたそもそもの着想として、今ここに画面に写真が出てるんですけど、ジェミーとミック、右側のミックの方が、リーダーというか代表なんですけど、オーストラリアに住んでいる全盲の、技術者、プログラマー。彼らが、まあ、NV アクセスという非営利法人で今、中心になって、プログラムを書いてるんですけど、最初その GNOME のオルカスクリーンリーダーですね。で、まあリブレオフィスさんがやはりそのアクセシビリティ、誰でも使えるソフトウェアドキュメントっていうことを重視して活動されていて、Linux ではオルカ、Mac ではボイスオーバーで動くようにアプリを開発してこられたということを伺って、まあすごいそこは共感しているところなんですけど、彼らもその NVDA の開発者たちも GNOME のオルカが、まあ、割と Python でうまく書かれていて、じゃあスクリーンリーダー Windows 版も Python で書けんじゃねみたいなところから、まあ、プロジェクトがスタートしたというふうに言っています。これが2006年ぐらいが最初のリリースで、だからこの春で NVDA っていうプロジェクトはちょうど世の中に出て10年になるっていうことです。で、現在は3ヶ月ごとに、リリースされていて、最新版はだから 2015.4 っていう去年の年末に出たバージョンで、今 2016.1 っていう、多分2月ぐらいに出るはずのバージョンに向けてガツガツかつ開発が進んでいるという状況です。で、先にコンセプトの話をした方がちょっと伝わると思うんで言っておくと、まず NVDA っていうソフトウェアそのものがその Windows のスクリーンリーダーという枠の中で、可能な限りユニバーサルに作られようとしていると。例えばその、単一の実行ファイルバイナリーで Windows XP の SP3 から、Windows 10まで、あるいはその32ビットと64ビット両方のものが環境が一つのバイナリーで対応できていると。あるいはちょっとスライド書き忘れましたけど、その実行ファイルを例えば USB に挿してインストールしないで単に起動するだけで動くようなポータブル環境っていう使い方もできれば、インストールしてログオン画面からがっつり読み上げさせることもできると。あるいはその、インストーラーそのものを自分で読み上げるっていうセルフホスティング的な、まあ、機能も持ってると。という、なかなか実行環境としてユニークなもの。あと、その、例えば、Firefox だろうが、Microsoft Edge だろうが、Chrome だろうが、Web ブラウザっていう仕組みの中では、基本的に NVDA の使い方は、こう共通化されてますとか、あるいはその、Web コンテンツを読むときの読み方と、例えば Outlook で Web メールを読むときの読み方は、こう共通化されてますとか、そのコンセプト概念が共通なものはできるだけ操作方法も統一しようというような形で設計されています。あとはこれ、まあ私も日本語チームとして日本語に関わってるんですけど、マルチリンガル、国際化されてるっていうことで、アクティブでないところも含めると世界40ぐらいの国言語が翻訳トランスレーションに関わっていると。ほとんどが見えない人が自分たちで頑張っているボランティアで、この見えている人が NVDA の翻訳開発に関わっているの世界にもなんか日本ぐらいじゃないかっていう感じで、本当に当事者の人たちが自分たちのソフトとして頑張っているというような状況です。あとはそのできるだけ標準に準拠しようということで、Java アクセスブリッジ、マイクロソフトの MSA アクティブアクセシビリティ、IA2 っていうのは i アクセシブル2、この Java アクセスブリッジと IA2 っていうのは、かつて、オープンオフィスさん、リブレオフィスさんが、スクリーンリーダー対応のために使われていた API で、IA2 が現在使っておられる API ですよね。
で、この Java Access Bridge に対応した主要なアプリケーションというのが、もう、4、5年前はとにかく OpenOffice、LibreOffice ぐらいしかなかったので、NVDA で何が動くかっていう検証をするときに、OpenOffice、LibreOffice を抜くことができなかったというか、まあ、お付き合いせざるを得なかったっていうのが、まあ、当初の私の まあ、それ以前にもいろいろ、個人的に使ってはいたんですけど、NVDA としての、LibreOffice との関わりですね。現在はその、マイクロソフトのもうちょっと新しい UI オートメーションという API にも、NVDA は対応しています。で、逆に言うと、こういう、ベンダー非依存、あるいはそのできるだけそのプラットフォームニュートラル、アプリケーション非依存の標準に準拠していこうというスタンスなので、NVDA 専用アプリっていうのはできるだけ増やさないようなスタンスで NVDA が作られています。ちょっと半分下の方の話にも行くんですけど、その NVDA のコンセプトとして、僕が、まあ、これも勝手に僕が、まとめ方ですけど、一つはユニバーサルで、もう一つが平等とか対等みたいなキーワードだと思うんですけど、まあ、一つ NVDA がなぜオープンソースのスクリーンリーダーとして作られ配布されてるかっていうと、その視覚に障害のある人が、Windows でパソコンを例えば10万円出して買ってきますと。で、買ってきて、で、請願者はそれで使えるようになるわけですけど、まあもちろんオフィス買ってこいとかいろいろあるかもしれないですけど、LibreOffice だとオフィスも買ってこなくていいですけど、そうだとしても、視覚障害の人は、例えばプラス5万円出してスクリーンリーダー買うとか、高いやつになるとプラス10万円出してスクリーンリーダー買うとかしないといけないっていう状況が一般的な状況なんですね。で、日本でも多くの人がその有料のスクリーンリーダーをメインで使っておられて、ただ、その例えば自治体の、補助金助成金の制度で、まあ、本人が負担する金額が非常に少なくて済んでるというような、ただそれは例えば生活、に必要なものを支援してもらうような制度なんで、例えば会社でスクリーンリーダー使いたいっていうと、がっつり全額会社が費用負担しないといけないみたいな、まあ、いろいろ制約があります。で、そうではなく、Windows を余分な費用なく誰でも使えるという意味での平等対等っていうのが、NVDA がフリーソフトであることの一つの、まあ、意義ですし、で、逆に言うと、その見えないことのハンディは補うけど、その例えば視覚障害者なんで画像の文字認識機能があると便利だよねとか、いろいろつけてほしい機能とか、リクエストされる機能いっぱいあっても、いやいや、本当に必須な機能だけを補うのが NVDA のコンセプトで、その OCR 機能なんて別に請願者だって使わない人は使わないんだから、そんなのつけたら逆に不平等じゃんみたいな、そういうなんか妙なところがストイックなのが、また NVDA の面白いところです。で、口で話をしててもだんだん退屈になってくるので、この辺からデモをするんですが、よいしょ。デモをするんですけど、今、ちょうど Windows 環境が一つこちらにございますので、よいしょ。NVDA 展示風はエディット複数で。はい。今、僕、音声読み上げをスピーカーで出しながら、展示ビューアーっていう、これ NVDA 日本語版にしか実はつけてないんですけど、展示で、表示しながら、音声ではこう読んでますっていう、画面に出てるものをちょっと、音声に出てるものを画面でもお見せしながら、ちょっとデモをしていくんですけど、まず何をしないといけないか。Windows って、Windows に限らずですね、デスクトップ UI ってかなりの部分がキーボードでショートカット操作できるようになっていて、まず NVDA は Windows がちゃんとキーボードで操作できる、あるいはそのアプリがちゃんとキーボードで操作できるということを前提にして、そこは余計なことはなるべくしないと。ただ、その時に見えてる人は見えてるけど、見えてるだけでそれ以上のことはできないっていうのは困るので、見えてるものを読み上げましょうというのがスクリーンリーダーとしての NVDA のスタンスになっています。だから、例えば、デスクトップ、WindowsD を押して、全員デデススククトッタッププリに、スト NVDA この14。これもしかしてちょっとうるさいんですかね。ちょっとボリューム下げるか。あれ？ミュートした？マスカーソリ像を報告しない。なんかミュートしてるんじゃなくて、なんか、まあいいや。リブレオフィス5.0、3の14。
LibreOffice 5.0 10の3の14って、これ今 Windows D を押してデスクトップにフォーカスを移動して、で矢印キーで移動すると、アイコンをフォーカス移動できるので、LibreOffice を探せた状態ですよね。で、これで Enter キーを押すとアプリケーションが起動します。よいしょ。で、ちょっとさすがに画面をかぶってくると面倒いので、ちょっと画面を避ける。リット複数行読み取り線量リブレオフィスファイルを開くボタンポルトコリット複数行読み取り線量リブレオフィスファイルを開く。この不思議な環境が無料で手に入りますので、皆さんもぜひ お試しください これ今赤いハイライトが出てるんですけど、これは NVDA の本体には入ってなくて、僕が開発したフォーカスハイライトっていうアドオンっていう、追加パッケージですね。これを NVDA の環境に追加した状態になってます。ちょっとこの方が分かりやすいと思うので、これでデモするんですけど、見えない人にはこんな機能は必要ないっていうことで、もともと NVDA に入ってないという 機能です。それで、この画面、普通皆さんマウスでやられると思うんですけど、どこまでどうやってキーボードで操作できるかって考えたことおありですかね。まず、メニューにはどうやってアクセスするかっていうと、オルトキーを一発ポンって押すと、サブメニュー、ボルト F。メニューバーにフォーカスします。で、これで矢印キーの左右で、サブメニュー、ボルト項目 F。を移動できて、で、下矢印を押すと、新規作成 N、サブメニュー N。みたいな感じで新規作成ができて、さらに右矢印を押すと、文書ドキュメント T、T。こんな感じで、メニューの中に入っていけるわけですね。つまり、そのメニューバーの中を、あるいはメニューバーを開いて、その中を操作して、で、これエンターキーで実行できるんです。今はしないですけど、という形でメニューバーというのはキーボードでアクセスできるようになってます。で、お気づきの思うんですけど、マイクロソフトオフィスは最近リボン UI になって、これに似た操作することは非常に面倒になって、スクリーンリーダーユーザーはなんかすごい苦しんでおります。なので、リブレオフィスがこの、メニュー UI を、頑なに維持しているということは、僕はアクセシビリティの意味ですごいリブレを押す一つの動機づけになるだろうと思ってます。はい。新規作で、成 N、サファイ F、サブメニュー、ボルト F。エスケープで閉じますね。で、次に、じゃあ、これもう一回エスファイケープ押ルをす開と、く、ボタン、ボルト O。フォーカスがメニューバーから元に戻りますよね。で、もうちょっとネチネチしつこく移動操作やりますよ。矢印キーの上下っていうのはリスト項目の移動です。よいしょ。最近開いたファイル、ボタン、ボルト O。テンプレート E、メニューボタン、折りたたみ、ボルト E。このコラプスエクスパンデッドを一応折りたたみ展開というふうに読むようになで、これ以上下矢印を押しても移動しません。何も読まないということは、ここが一番下ということです。で、ここから先どうするかっていうと、移動にはいくつかの、やり方があって、アプリによって結構この辺依存してるというか、状況によって違うので、スクリーンリーダーユーザーは結構これを試行錯誤で探すことになります。で、多分矢印キーで見つからないと、次に試そうとするのはタブです。ライター文書ドキュメント P、ボタン、ボルト P。で、タブで移動し続けることも多早分く表計算ドキュメント S、ボタン、ボルト S。できるんですけど、このタブで移動するグループの中は多分下矢印でインも。プレス、プレゼンテーション P、図形描画、マス、数式 M、ボタン、ベース、データベース A、ボタン。で、ここで下矢印何も反応しなくなるので、このタブで移動できるグループの中の、項目移動もここで終わりですね。で、もう一回タブを押すと、ヘルプ A、ボタン、ボルト A、拡張機能 X、ボタン、ボルト X。という感じで、その項目の移動とタブキーで、タブキーの逆は実はシフトタブっていうのがあっヘて、ルプ A、ボタン、ボルト A。シフトタブとタブで、フォーカスを移動しながら、すみません、こんな話当たり前なんですかね。やってていいですか、この話もうちょっと。なんでこの話当たり前っていう話になるかというと、実はこれスクリーンリーダーと関係ないからなんですよ。
これスクリーンリーダーと関係なく、Microsoft Windows がアクセシブルに、Windows を操作する、あるいはその Windows アプリを操作するためのお作法として、割と標準化している、話で、で、LibreOffice さんはそれをきちんと実装されてて素晴らしいですねっていうことを今、喋っております。それで、で、ここまで思いつくんですけど、リスト、サムネ、ここまで行きましたね。ここまで行くんですけど、もう一つ知っておくと便利な移動があって、これがファンクション6、ペインの切り替えって。リスト、サムネ、西本、F、サムネ、今僕、リスト、サムネ、西本、L、今 F6 を僕順番に押すと、このリストの部分とメニューバーとファイルを開くのところ3つを行ったり来たりするような移動をしています。で、シフト F6 っていうのもあるので逆向きも回れます。ファイルを開く方法、ファイル、F、サリスト、サムネ、L、西本、L、移動という感じで、NVDA に限らないんですけど、その移動をするときに F6 でペインを移動する、タブキーでグループを移動する、上下矢印で項目を移動する、この移動をうまく組み合わせながら、ボタンを探す、設定したい項目を探す、機能を探すというようなやり方が、GUI アプリケーションをキーボードで音声で聞きながら、あるいはその点字ディスプレイという機械を使いながらキーボードで操作するっていう基本的なやり方になります。というところまで喋ったことに、喋ったことになってるんですが、それで僕何喋ったことになった、まあ、大体喋ったことになってるんで、このスライド終わりにします。はい。それで、で、お気づきのように、多分、これで、フォーカスできるような要素っていうのは、スクリーンリーダーで操作できてると思うんですけど、それだけじゃないわけですよね。例えば、ラベルみたいな、スタティックな要素とか、例えば、アバウトダイアログなんて、OK ボタンがいないので、アバウトダイアログに何書いてるかっていう、このアプリケーションのバージョン情報の説明みたいなのは読む方法がないわけですね。なのでスクリーンリーダーっていうのはそれ以外の情報を読むための付加的な操作を付け加えています。でもちろんダイアログ全体をテキストをずらっと読ませるみたいな機能もあるんですけど、オブジェクトナビゲーションっていうのが、まあ、NVDA で使われている機能の名前で、もう48分だそれ以外にも、まあ、いくつか部品を移動していくような方法はあるんですけど、基本的にはその画面を作るための API の使われ方、例えば、ダイアログがあってその中に、なんか、シートがあって、でボタンがあって、テキストボックスがあってみたいな、そのオブジェクトの階層構造なり、その親子関係を上手にたどりながら、キーボードの上下左右とか一生懸命使って、移動したいところに移動して読むというのがスクリーンリーダーのもう一つの重要な機能になっています。ここをちょっと掘り下げるとかなり時間かかるので、ちょっと今日スキップです。それから、NVDA に関して言うと、さっきそのユニバーサルな NVDA にはアプリケーション固有機能はあんまりありませんと言いかけたんですけど、最近は実はその、NVDA はユーザーコミュニティからやっぱりそのドネーションというかファンドを取りながら開発をしていて、でどうしてもその当事者ユーザーたちのニーズっていうのに応えていくと、マイクロソフトオフィスへのサポートをある程度厚くせざるを得ないという話になったらしく、結構いろんなことがやられています。なのでちょっとその辺で僕最近の NVDA がやってることを、こんなことしていいのかな、まあ、します。Excel vs NVDAごめんなさい、Excel vs カルクちょっとやってみます。例えば、オルタ V リスト、昨夜ショート、昨夜ウィード、項目 V リスト、15910 NVDA、西本 DPTX、 うるさいっすね、ごめんなさい。 XMSX、Excel、シート1、テーブル、はい、今これ Excel ですごいしょぼいシートを作ってきましたが、この大阪 B3、シートはいわゆる
テーブルのその行と列の見出しを読むように設定されたシートになっています。つまりどういうことかっていうと、これいや書いてあることなほとんど意味がないんですけど、単純に横には数量とかランクとか書いてあって、上の方には大阪、京都って左から右に向かって書いてあるんですけど、例えば今行が数量で、列、ちょっと待って、だんだん分かんなくなった。違う、行が数量でいいのか。で、列が大阪って書いてあって、B が大阪になってて、C が京都になってて、列が3列が数量で、4がランクでっていう、この表で、例えば左右に移動していくと、200、京都、地位、3。200っていうのがセルの中身ですけど、ただ C さんと読むんじゃなくて、大阪から京都に移動したよっつって、C に対応する京都っての読みましたよね。100、大阪、B、3。戻りますよね。で、次にじゃあ数量からランクっていうところに下に移動してみます。A、ランク、B、4。で、今 A、中身は A だったので A に移動して B4 なんですけど、その間にランクっていう行見出しと列見出しの情報を読みましたよね。で、こういうことを読ませるために何をしてるかっていうと、まあ、ユーザーは1回、この例えば、2の行が列見出しよとか、A が行見出しだよみたいなことを設定するんですけど、そう設定すると、どこだっけよ。よいし名ょ。前の管理、ダイアログ、リスト、タイいトわル、ゆる、720B、8位、2640。いわゆる、領域に、セル範囲に名前をつけるの機能を使って、スクリーンリーダーが内部的に名前をつけてて、その情報を使って、これを行見出し、列見出しだっていう。で、これを例えば行見出し列見出しここにしなさいっていう設定方法が NVDA にはあって、で UI オートメーション使って Excel の内部機能を叩いてシートにそういう名前を付けるっていう処理をして、その付けた名前の情報を見て今のような矢印キーをした時のナビゲーションをするっていうのが、Excel ではやられています。じゃあ SNSX、 Excel、 リボレ、オフィス、リスト、サムネイル、タクヤ、ウィンドウ、広告ビュー、リスト、ホームで、ページ、そういうのが、SNSX4。そういうのが、リブレオフィスでもやってほしいっていうリクエストをたまにもらうんですけど、すみません、それちょっと結構がっつり開発がいるんで、まだできてませんっていうのが、グローバルにも、G、ユーザー。日本としてもそういう状況です。だから、同じようなことやるとどうなるかっていうと、よいしょ、もうちょっと待ってよ。第なんか、1位、たまに読まなくなるんだよな。第 F、待ってください。第 G、第 F、第 G、ユーザーズ、MySHILOPZ、ブロック、第 F、え、サちょっブとメニュー、フォーカスがずれちゃった。第 F、サブ、第 G。読まない。すいません、なんか昨日ちゃんと動いたんだけど不安定だ。まあ標準ツールバー、新規作成、ドロップダウンボタン。せっかくなんで、ちょっと軽くがどういう状況になっているか、お話しするとですね、F6 でペンを移動するときに、このツールバー初期設を定、ツールナビバー、ゲーシフョンォしントネーム、て、オプションペイン、オプションペイン。で、この謎の何も入ってないオプションペインに一回フォーカスをして、それかスプらリットペイン、スプリロットタ、オプペシインョンに行っペイン、プロて、タ、第1、ユーザーズ、N、第 F、サブ。という感じで、基本的にはちゃんと動いてるんですけど、まだちょっとこの謎動作というか、その使いこなしにノウハウがいるところもあるというのが、スクリーンリーダーで LibreOffice カルクを使う時の状況だったりします。でも、随分今日ずっと歴史を 振り返りながら、LibreOffice カルク長い間 NVDA での動作環境をチェックしながら、随分安定してきちんと環境が作れて、ちゃんと使えるようになったなという印象は実は持ってはいるところです。5分しかないよ。ちょっと待って。じゃあ一旦ちょっとこれ終わりにして。第1、ユーザおーズ、い。全員、フォルダ、ブリスト、昨夜、ショートカット、12の14。昨夜、ショートカット、12の14。まあ、そう言いながら、まあ、この、
いろいろ、アプリケーション固有の機能なんかも、スクリーンリーダーっていうのは、時々は必要とされたり、実装されたりしているという状況はあるわけです。で、今日こういう場でお話ししておきたいことのもう一つのポイントは、結構その昨今セキュリティとアクセシビリティが衝突することが増えています。で、なんでかって言って、やっぱ本質的にアクセシビリティっていうのは機械でアクセスできること、マシンリーダビリティで、要するに目の代わりになるマシンが読み上げますとか、手の代わりになるマシンがキーボードを代わりに打ってあげますみたいな状況なので、マシンリーダビリティにやっぱりセキュリティがすごい、なんですかね、良くないというか、引っかかるところは多々あるのと、あとこのお気づきのように、このスクリーンリーダーって結構、Windows の OS とアプリケーションの間で情報をがっつり引っこ抜いたり、いろんなものを叩いたりしてて、まあ言ってしまうと、マルウェアと紙一重っていう実装になってるものが多い。まあ API フックとかバリバリかけるわけですよね。なので、まともに使ってもらおうと思ったら、NVDA もコードサイニング証明書が必要で、タダで配りたいんだけど、いろいろお金かかっちゃうみたいな現状もあったりします。あとは昨今また IE のバージョンの、サポートがどうのこうのみたいに言ってますけど、そのブラウザーが、サポートを打ち切られると、新技術に対応しなくみたなくできなくなるとか、結構そのエンタープライズの人が困ってる話とよく似たようなことを聞く状況です。で、その中では NVDA が3ヶ月に1回ちゃんとバージョンアップして、最新の機能にキャッチアップしてるっていうのは、比較的期待されてるというか、注目されてる状況だったりします。最後にっていうか、僕すごい時間取っちゃいましたね。NVDA 日本語版について簡単にお話をすると、本家版が実装しない機能を、付加してるっていうのが NVDA 日本語版のフォークの位置づけです。で、大きいところが、さっき日本語喋ってましたけど、 NVDA 音声エンジンと、あと点字ディスプレイ、点字で情報を表示するための点訳エンジンっていうのがあって、これが eSpeak と Libre っていう、いわゆるラテン文字の言語を前提にした設計のエンジンがグローバルに使われてて、これ NVD はがっつり使ってるんですけど、他にも GNOME の Orca にもこの2つは入ってますし、Android のトークバッグにも入ってるっていう形、やっぱりそのオープンソースのアクセシビリティのその要になるこの2つのプロジェクトが、かなりその技術的にハードルがあって日本語化できてないっていうのが現状で、この2つにもうちょっとコミットすることで、単に NVDA を頑張るっていうだけじゃなくって、オープンソースのアクセシビリティ全般をもっと頑張れる、下支えできる状況にしていきたいっていうのが、僕の個人的な目標になってます。で、NVDA 日本語版、この2年ちょっとぐらいの間にユーザー数が一応増えるには増えてるんですけど、なんかこのたまにこの谷があってですね、このユーザー数、上の方、ごめんなさい、画面見えてない方もいらっしゃると思うので、450に近づこうとしているようなこの右肩上がり数値なんですけど、なんかこの年末年始になるとなんか谷ができるとか、この夏のお盆になると谷ができるっていう、僕が解釈するに、やっぱりその家庭で使われている、家庭の視覚障害者が使ってるっていうよりも、そのオフィスでスクリーンリーダーとして使われてるとか、あるいはその年末年始はみんなもうスマートフォンを一生懸命ボイスオーバーで触ってて、 PC 触ってないとか、そういうやっぱり使われ方がかなりやっぱり特徴的になってきてるんじゃないかなというのが僕の想像だったりします。あるいはその企業で使ってるウェブ開発の人がアクセシビリティチェックに使ってるとかいうんだったりすると嬉しいんですけど、はい、そんな感じで、リブレオフィスのアクセシビリティの、というか、もっと手前の部分も含めて、アクセシビリティ、スクリーンリーダーっていうもののお話をさせていただきました。で、リブレオフィス、もう今日は昔の話バッサリ切ったんですけど、2年前、3年前、いっぱい泣き言もありました。Java アクセスブリッジのインストールが難しいとか、インストーラーでこれオンにしても全然効いてないとか、もう遠い昔のことなんで忘れましょう。IA2 に移行して、実装が安定して、すごい NVDA にとってはリブレオフィスは良くなったと思います。そしてオルトで操作できるメニューバー魅力ですと。なんで、あとは今日お話もありましたけど、基本操作の安定性とか堅牢性が
結構 NVDA に限らずスクリーンリーダーって OS とかアプリ落とすんですよ。やっぱり API の変なとこ叩くことが多いので。なのでアプリが落ちないっていうことも実はアクセシビリティにすごい重要で、逆に言うと落ちましたっていう報告だけでも NVDA の開発にはすごい助かるっていうこともあります。で、今日お話しできなかったこと、例えば他のプラットフォーム、iOS、Android、MacOS どうなってるんだとか、他社のスクリーンリーダー、商用スクリーンリーダーどうなってるんだとか、リブレ以外のアプリ、今日ちょっとだけ Excel 紹介しましたけど、どうなってるんだみたいな話もあると思うんですけど、残念ながら30分でお話しできませんので、NVD 日本語チームが定期的に開催しているミートアップの紹介をさせていただきます。来週じゃないですか、1月16日の土曜日に、西早稲田の、日本盲人会連合の会議室でやります。詳しくは NVDAJP の、コンパスのチームを見てください。僕のお話は以上です。時間があれば。何か、質問ありますでしょうか。あ、いっぱいある。どちらのか。ちょっとね、先に上げたことどうでした。ちょっと待って。じゃあ、2点質問したいことがあります。まず最初、音声エンジンの eSpeak、これは日本語に非対応というふうにおっしゃってたと思うんですけども、今のデモだと日本語を話していたと思うんですけど、これは何か改善を加えたということなんですか？eSpeak と並列にもう一つ日本語をしゃべる専用のエンジンを積んでるっていう。で、日本語をしゃべるときは eSpeak じゃない、OpenJ トークっていうフリーの日本語エンジンをベースにして僕らが手を入れたものを使ってます。で、2点目なんですけども、先ほどユーザー数のところでお正月に、ユーザー数が減っているというふうなグラフを見せてくださったんですけども、そのユーザー数はどういうふうに測られているんですかね？ですね、NVDA を、これ本家版の機能をそのまま日本語版でも使ってるんですけど、24時間に1回、バージョンアップがあったかどうかをチェックするサーバーへにアクセスが飛ぶようになってて、そのサーバーのアクセス数を数えてます。わかりました。ありがとうございます。開発方針についての質問なんですけれども、プラットフォームに依存し、あのできるだけ依存しないようにしているという一方で、動作 OS が Windows に限定していて、将来的にもそうだろうということでしたが、Windows しかサポートしない方針の、理由というのはどういったものなんでしょうか？一つは技術的な問題で、結局、アクセシビリティってある意味アプリケーションコンテンツが正しく行儀よく作られていたら、プラットフォームの、アクセシビリティ機能だけで、ちゃんとアクセシブルになるものなんですよね、本来。で、Windows にも、ナレーターっていう標準のスクリーンリーダーがついてたりします。ただ、Windows ってプラットフォームは特にいろんな作られ方をしている多種多様なソフトウェアがあって、で、中にはどうしても必要なんだけど、お行儀悪いアプリもいっぱいあるっていうことで、ある意味実装の尻拭いを してるという部分があります。で、それが最も、なんですかね、必要とされているのが、Windows プラットフォームっていうことでもあり、もう一つは、その API をやっぱり非常に OS に依存する、アプリの実装に依存する低レベルのところを叩かないといけないので、プラットフォーム依存になってしまうと。いうことですね。例えば、iOS のアプリケーションは、ボイスオーバーという Apple のスクリーンリーダーで動くんですけど、逆にサードパーティーがスクリーンリーダーを作る余地はないっていう、そういう状況はプラットフォームごとにあったりします。ありがとうございます。四角が出てたと思うんですけど、あれって Windows の UI コンポーネントの境界で出してるんですかね？そうですね。そう、無駄に OBS NVDA が把握しているコンポーネントのリージョンを囲ってます。で、キングソフトだったと思うんですけど、多分1枚絵しかなくって、どうしようもないようなソフトが最近増えてきてると思います。
いますが、そのあたりって対応ってどうされてますか？これ大変重要な問題で、まずそのスクリーンリーダーがきちんと読めるためには、アプリケーションが OS に対して正しくコンポーネントの構造なりプロパティを、エクスポーズするというか出す必要があって、でまず開発のされ方によっては、例えば某ラピッドデベロップメントのツール使うと何にも取れないとか、あるいはクロスプラットフォームのツールだと全部ビットマップで書かれてて OS 依存のアクセシビリティ情報何も出してくれないとか、そういう開発の環境フレームワーク選びによって全然できなくなることってあります。わかりました、ありがとうございます。はい、時間もちょっと過ぎてしまいましたので、これで質問の方を打ち切らせていただきます。西本さん、どうもありがとうございます。はい、